き耳の聞き耳立てる。さあ今年も始まりました、聞き耳の聞き耳立てる。長尾雅樹です。神田直樹です。三浦由美です。中標津札時々札幌、聞き耳。ライブやイベントはもちろん、学校や福祉施設など人と人との近い距離でライブを展開しています。FM 中標津放送 FM 花はインターネット放送サイマルラジオで全国どこからでも聞くことができます。メールアドレスは 87@fmhana.jp 87@fmhana.jp です。ぜひ今年もたくさんメッセージお待ちしております。お願いします。そして新年明けましておめでとうございます。ちょっと長いですか、うん、はい、いや明けました明けました。由美ちゃん、直樹くん、そしてリスナーの皆さん、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今ね、直樹くんと一緒にいるんですよ、今、実はね。あ、そうだそうだ、そうなんですよ。いつもバラバラですもんね。そう、そうなの。そうそうそう、近くにね。そう、うん、本日収録日が1月4日ということで、はい、で放送日が7日なんですよ、はい、3日前に収録をしているというね、そんなお話なんですけども、今現在ね、由美ちゃんとまさきくんはね、札幌にいます。はい、います。そうなんです、はい、そして直樹くんと会えてるというね、はい、新年早々から、はい、もう直樹くんに会いたいがために、うん、ね、音楽関係なく、もうねそうそうそう、昨日の夜は美味しいものも食べましたけども、そうそうそうですね、そう、うん、そう、音楽のおの字も出なかったっていうね、うん、あ、出ましたね。で、うん、出たかな、うん、出たかな、ね、出ましたけどもね、うん、そうそう、でもほとんどね、なんかいろんなお話を、楽しいお話をして、はい、そして、先ほどあの北海道神宮にちょっとお参りに行かせていただきまして、はいはい、初詣、初詣行きました。 はい、そちらの様子は聞き耳の YouTube の方であれ投稿されますかね。そうですね、うん、近日投稿されるんじゃないかななんて思いますので、はい、はい、そちらの方もチェックしてみてください、はい、さあということで今回は、聞き耳3人集まっての収録ということで、はい、はい、30分よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そして今回もたくさんの方からメッセージ届いています。由美ちゃん紹介お願いします。はい、わかりました。まずは NC のりさんからいただきました。まさきさん、直樹さん、由美さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2024年もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。前回放送でまさきさんのサンタさんに若返りの魔法をかけてもらうネタでなまら盛り上がってましたね。そう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 、そうですね、そうそうそう、NC のりも、うん、結婚前の独身時代には合コンに参加したことがありますので、なまら懐かしいですね。あ、そうですね、うん、ぜひとも中標津の若者の集いの中から多数のカップルが結ばれて少子化問題解決といきたいところですね。これでまさき情報なんですけど、はい、このね、中標津町役場さん主催の、飲み会あったじゃないですか。はい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 。それでカップル誕生したんですって。うわ、何組？おめでたい。これね、まさきくん情報ね、まあ、うん、ちょっと一組しか分かんないんですけど、うん、うん、いいじゃないですか。そう、カップルは誕生した、うん、そうですよ。へ、うん、すごいじゃないですか。でね、うん、NC のりさん、あの中標津町に提案ですっていうのでね。お提案、はい、おーおー、はいはいはい。中標津町、ね、もしかしたら町長さんも聞いてくださってるかもしれません。中標津で出産してお家を建てる夫婦には、うん、無料で住宅の土地提供や出産祝い金をバーンと出さないと中標津には未来がなくなるので西村町長ご検討をよろしくお願いいたします。すごいこと言ってる。未来がなくなるって断言してますね。いや、まあ、確かに子供の数はね、まあ、中標津町だけじゃないかもしれないですけど、うんうん、減ってはきてますもんね。ちょっと提案ということで、まあ、町長を聞いているかどうかわかんないですけど、なんかゴミ袋無料じゃなくて。そうそうそう、うん、あの夫婦にね、うん、無料で土地無料。そうそう。すごいすごいよね。すごいこと言っちゃってる。新年からちょっとね、うん、NC のりさん、そのね、提案ということでいただきましたけど、はい、NC のりさん、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。今年もたくさんメッセージお待ちしております。はい、お待ちしてます。はい、続きまして、はい、はい、札幌市陽介さんからいただきました。陽ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。
2024年も曲作りに励む直樹さん、はい、超スーパーウルトラグレートデリシャストリプルワンダフルな1年にしたい正樹さん、そうなのえそんな2人を差し置いて食べるだけの動画をたくさんアップしたい由美さんなんでよく食べるってバレてんのかな新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年もライブに動画配信、さらにサポーターズクラブ開始とますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。2024年はどんな1年にしたいですか？抱負とともに簡単にお話しいただければ幸いです。私はひとまず最近新しい仕事に入職したので、おう、しっかり働いてしっかり稼いで生活の基盤を立て直すことと、自分の趣味の幅を広げてみようかなと思っています、と陽介さんからいただきました。おー、いいじゃないですか、うんうん、いいですね、新しい生活がね始まったっていう感じですよね、うんうん、ここでその抱負っていうことをいただいたんですけど、これはちょっとね後半の方にお話ししたいかなと思うので、はいはい、ここは一旦置いといて、ですね、はい、陽介さんもね、いつもメッセージありがとうございます。今年もどうかよろしくお願いいたします。メッセージありがとうございました。続きまして、はい、IWU さんからもいただきました。キキミミのみなっちこんばんにゃー、はい、こんばんにゃー、こんばんにゃー、お疲れ様です。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろよろビクビクお願いします。はい、こちらこそビクビクお願いしますいつもちゃんと聞いてるよといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今もね聞いてもらえてるかな、うん、今年もねあの放送を楽しみにしていただければと思います、うん、はい、IWU さんありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、はい、マルセさんからいただきました。ありがとうございます。マルちゃんまさきさん、直樹さん、由美さん、そしてミミオンズの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。昨年の丸山ノクターンが終わりワンマンまで長いなぁと思っていましたが、うん、年明けるともうすぐじゃないですか、まあ、確かに確かに、うんうんうん、私は年末年始関係なく仕事ですが、皆さんはどんな年末年始をお過ごしですか？私は12月27日丸山ノクターンに吉沢吉沢プレゼンツのまなゆちゃん出演するライブに行きます、うん、31日は休みですが1日通常2日夜勤です。あー大変だ。ワンマンまで中標津でもあるのかな。早く聞き耳に会いたいよ。本年も体に気をつけて聞き耳に会いに行きます、とマルセさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございますね。年末年始もねお休み関係ない職種の方もねいらっしゃいますもんね。ぜひねあのお休みできるときは体をゆっくり休めていただいて。本当だよ ね、うん、そうだよね、うんうん、ぜひまた元気な姿でね、うん、会いたいですね、うん、はい、ということで、マルセさんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。最後にほいキャリーちゃんからいただきました。キキミの皆さん明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそお願いします。私は大晦日に阿寒のホテルに宿泊してきました。あら、いいね。あ、言ってましたもんね、お泊まりで、うんうんうん、ホテルの抽選会で、うん、外れなしのくじを妹が家族を代表して引いたら、うん、ホットサンドメーカーが当たりました。すごいね。おホットサンドメーカーでたい焼きやワッフルも作れるそうで、いいじゃん、たい焼きを焼く型もついていると言っていました。おー、うわ、すごい、おー、豪華。おー、カウントダウンのイベントも開催したようですが、それは参加しませんでした。ホテルで年越しそばを食べましたが、すごく美味しかったです。へー、いいね。ね、年越しの瞬間は、みんなでトランプゲームをしていて、私の左側には相棒の4枚の聞き耳タオル、4枚、はい、右側には大事な大事な正樹さんの写真を置いてみんなで遊びました、うん、いや写真まで持ってかなくてもねいや大事だからね。そうそう、トランプゲームが終わった後ロビーに行っておみくじを引いたら私は末吉でした。
お、仲間だね。お、ゆみちゃんスネークしてたってことね。そうそうそう、うん、でも家族5人で大晦日に行ったプチ旅行はとても楽しいプチ旅行になりましたといただきました。ありがとうございます。羨ましいね、うん、ね、なんかそういうね、やっぱ年末年始とかそういう時ってね、うん、なんかホテルも結構そういう、うん、なんかあのお餅つきができたりとか、うんうん、なんかいろいろありますもんね、うんうん、なんかビンゴ大会やりますとかね、花火上がったりとかね、そう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 、ね、豪華だよね、なんかやっぱちょっと特別感というかね、ある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 よね、美味しいもの食べてね、そうそうそう、お腹いっぱいになってね、うん、いやー羨ましい、ちょっともうもう今から行っても無理だね、いやもう年越しちゃったからね。はい、ということでメッセージは以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではここで曲の方行ってみましょうか。はい、ラジオネーム NC ドリさんからのリクエスト、聞き耳でチオコレート。しました。いや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 、もうそういう時期にね、
なってきますもんね。なってきますよね。うん、もうですね。今年バレンタインデー俺何個もらえるかな。ね、ゆみちゃんもちろんくれるよね。俺とか直樹くんにね。いや、ちょっとそれはどうかわかんないんですけど。いや、ちょっとね。まあでもね、年明けたばっかりなのでね。そうですよ。はいはい。あげてるか。さ、それでは、今年の抱負ということで、聞き耳さんの3人から今年の抱負、ね、新年最初ですからね。じゃあゆみちゃんから。お、珍しい。どうすか私から、いや僕の目の前にいたんだ今、場所だけじゃん。そうそうですね。まあお誕生日の時もちょっと言ったかもしれないんですけど、うん、私今年30代最後の年なので、うんうん、年齢的にね、うん、で39歳なので、うん、39ってことはこう39じゃないですか、うん、サンキュー、うん、ありがとう、サンキューね、サンキューの年なので、うんうんうん、なんか日常のちょっとしたことでもそうですし、うん、まあ普段日頃お世話になってる皆さんとかもそうですけど、うん、まあなんかその感謝するっていうことをやっぱりちょっと大事に、まあ、普段から大事には一応してるんですけど、より一層この1年はなんかその、まあ、自分自身もそうですし、周りにいる人に感謝するっていう気持ちをなるべく忘れないように過ごしていきたいなと思っています。はい、素敵なお話じゃないですか。皆さん拍手。いやそう、なんかこう思ってないと、うん、なんか結構忘れちゃう時とかあるじゃないです か、うんうんうん、なんか当たり前だなと思ってね、うん、過ごしちゃうっていうことあるんですけど、うん、まあ、なるべくこう思い出してこうありがとうって思うように、まあ、自分の中で心がけたいなって。ありがとうそうそう、ここ気持ちで元気があれば何でもできる。違う変わってる変わってるありがとうそうそう、なんかいろんな人を大切にこう、あ、まあ、人を大切に、まあ、時間も大切に、生活も大切にっていう。ゆみちゃんって素敵な子でしょー。いや、ね、言い聞かしてるんですよ、自分にね。そう、言い聞かして、はい、有言実行になるように頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、皆さん拍手。マジ。じゃあ僕行きますね。あ、そうですか、うん、やっぱりほら、鳥はね、やっぱりリーダーと何それリーダーに任せてね。任せしますか。僕はね、やっぱり聞き耳の中で一番ほら最年長じゃないですか。そうですね、こう見えて最長老ですね。最長老ですなんかおじいちゃんみたいな感じですね長老、うん、最年長じゃないですか、うん、やっぱりね、健康ですよね。まあそうですね、健康、これちょっと、いや、なんか当たり前な話かもしれないけど、それはみんな大事だもんね。そうそうそう、うん、なんか今までね、うん、昨年はね、なんだか縁だとかね、うん、なんか困るなとかね、うん、なんかいろいろあったじゃないですか、うんうんうん、そしてなんかいろいろね、なんかそういうのもありますけども、はいはい、うん、やっぱり健康第一で、第一で、うん、健康第一で。そう、まじっくんはあれですもんね、年男なんですもんね。そうなの、うん、そうそう、年上男だから今年についてきてください、僕に本当に。あれ、ナフ君声が聞こえないですけどねえ、もう僕についてきてもらったらもう間違いないんでね、うん、それそうするためには僕が一番健康でいないといけないので。うん、確かに、うん、そう、新しい事業もありますしね。そう、うん、健康じゃないとね、うん、そうなので、やっぱりその新事業の方も成功するためにも、うんうん、やっぱりね、最年長は健康を、うんうん、しっかり考えて、うん、行きたいと思います、うんうん、以上終わり、はい、はい、パチ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 さあ、じゃあ最後、はい、うん、直樹くんにね、はい、はい、僕はまあいろんな目標があったりとか、まあ今までも目標向かっていろいろやってきましたけど、うん、まあ、今年はちょっと家庭を楽しめるようにやっていきたいなと。あ、家庭ってお家の家庭ですか。そういうことじゃないですね。それまでの家庭の家庭じゃないですね。なるほど、なるほど、なんかこう目標が全てじゃなくて、そこに至るまでに何をしてきてどうするかっていうのを、うん、今年は重視していきたいなと思うんですよね。なんかそうしたいと、例えばその目標を達成したとしても、うんうん、それはただこの結果だけに過ぎなくて、記録だけに過ぎなくて、うん、そうじゃなくてこう家庭を大事にして、じゃあどうやっていこうかみたいなのとか、
こう楽しんでいったりとかすることによって、まあ、たとえ目標に達さなかったとしても、うん、なんか自分の経験値としてはすごい価値のある実のあるものになるんじゃないかなと思っているので、うん、今年はなんかそういう過程を大事にしていきたいなというふうに思っております。はい、拍手拍手。真面目に言っちゃった。はい、はい、ね、今年は聞き耳としてもね、いろいろこうサポーターズクラブ始まりましたし、うん、あとはワンマンライブもありますもんね、うん、9月28日、うん、札幌マリエモノフタン、そう、もうそれまでの過程もね、うん、そうですね、ありますから私たち9月28日の過程の中で、うん、なんかライブってあるんですかね。あるっしょ、そりゃ。おー、さっきバルテさんがね、うん、なんかライブあるのかなとか、なんか、ね、あ、中標津でもあるのかなって、うん、だって今1月でしょ、言ってましたもんね。ワンマンやりますって言って1月から9月までライブないわけないし一切やらないみたいなそれかなりのさ、ね、もったいぶり感が、ね、ちょっとハードボイルドすぎるでしょ、それは、ね、やりますよ、ありますよ、うん、そう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 、ね、それもまたね、楽しみにしていただけたらなと思いますよね。そして、なんか言っていいのかな、これ突然ですいません、ダメです、え結構俺暴走しちゃうからね、何何何何、今年僕たち写真撮影するじゃないですか。あ、写真撮影します、ね、これ言っていいですか。写真撮影言っていいんですか。来月しますよね。そう、来月写真撮影するんですよ、はい、そう、今は今年は1月4日で札幌にいますけども、うん、はい、また来月札幌に、ね、うん、来て写真撮影、うん、おー、そうなんですよ、そろそろね、新しい写真に ね, ね、そう、しないとね、そう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 、うん、俺もね、ちょっと頭薄くなってきたからね、うん、ちょっと新たなねそうそうそう、そうね、詐欺だって言われたらね、困るもんね。そうそうそう、いや、頭薄くなってないよ、まだ全然ないね、まだまだ、うん、ね、という新しい写真撮影の作品も、うん、そうやね、どんな写真になるか、ね、楽しみですよね、ここ期待ということで、うん、はい、はい、楽しみにしていてください、はい。さ、それではもうそろそろお時間ですか。そうですね。いやいやいや、そうですね。あっという間。本当に改めまして、聞き耳の皆さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、リスナーの皆さんもよろしくお願いします。はい、お願いします。先ほどお話ありましたけどね、もう一度改めまして、今月からミニオンズ、聞き耳のサポーターズクラブが発足ということで、うん、皆さんぜひね、入会していただいて、CD もしくは DVD が当たるという。そしてその他にも、楽しい、内容も盛りだくさんで皆さんにご提供させていただくというそんな内容になっていますので、詳しくは聞き耳のホームページを覗いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。次回の放送日は2月4日です。またこちらも楽しんで聞いていただけたらと思います、はい、さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ラジオネーム札幌市陽介くんからのリクエスト、聞き耳でシェキシェキをお届けしながらお別れしたいと思います。長尾まさきと神田直樹と三浦由美でした。またねー、バイバーイ、またねー、今年もよろしくー、よろしくー。シェキシェキ振りかざせ、魔法の杖は心の奥、シェキシェキ振回せ、俺はしないぜ、ネバギバセネバネバギバ、心の奥、シェイキシェイキ振回せ。
流されてしまういいようのない日常にさよなら告げて探しに行こう誰も丸をくれない答え番組は地域文化の発展と振興を目指して吉屋楽器の提供でお送りしました。